レブロン・レーモン・ブロニー、ジェームズ・ジュニア、2004年10月6日イは、アメリカ合衆国、オハイオ州クリーブランド出身。カリフォルニア州にある、名門市立バスケットボール高校の、シエラ・キャニオン高校でプレーしている。父親は、NBA のロサンゼルス・レイカーズに所属している、レブロン・ジェームズ。また、e スポーツのコンテンツクリエイターとして、フェイズ・クラウンと契約している。 ブロニーは2004年10月6日にオハイオ州アクロンにあるセントビンセントイコールセントメアリー高校に在籍していた19歳のレブロン・ジェームズと在籍中に交際していた現在の妻であるサバンナ・ブリンソンの長男として生まれた。ブロニーは双方の両親によって育てられた。父親のレブロンは NBA において4回の NBA チャンピオン。 4回の NBA 最優秀、選手賞など様々なタイトルを獲得しており、NBA の歴史において偉大な選手の一人として世界中に知られている。2012年、父親が NBA チャンピオンを獲得した後のマイアミヒートのチャンピオンシップパレードでのブロニー・ブロニーは、幼少の頃、バスケットボールやサッカーなどのいくつかのスポーツをしたが、父親のレブロンは安全上の懸念から、 アメリカンフットボールやアイスホッケーをすることを許可しなかった。2014年までに、ブロニーは全国の優秀な選手が掲載されているハイライトの動画に登場し、注目を浴びるようになった。2018年2月、オハイオ州サミット郡にあるオールドトレイルスクールの中学校に通い、学校の独立のリーグで優勝した。2019年5月29日、より、 ハイレベルな環境を求めて、父レブロンのヒート時代の名優ドエインウェードの息子であるザイヤと一緒にカリフォルニア州ロサンゼルスにある K1 に属する私立シエラキャニオン高校に転校した。シーズン開幕戦、ブロニーは1球の残り3分を切ったところでベンチから出場し、デビューを果たす。2球残り7分10秒には、 ワイドオープンの 3PT を決め8得点を記録した。試合の合計は10得点を記録した。ブロニーは身長が6フィート2インチあり、ポジションは主にポイントガードとシューティングガードのコンボガードである。ブロニーには2007年に生まれた弟のブライスと2014年に生まれた妹のズリがいる。名付け親は NBA オールスターゲームに10回選出されているクリス・ポール。 憧れの NBA 選手はラッセル・ウェストブルックであり、その影響から背番号0番を着用していた。8年生に入ると、父レブロンの数々の功績、名誉に称え23番のジャージに切り替えた。ありがとうございます。